はい。えー、元上場会社社長のゆるゆる株式投資人気です。こんばんは。えー、今日はね、9月19日月曜日ですね。えー、今日もあの、祝日でお休みですけど、あの、ま、台風14号がね、えー、も、ま、うあの、なんかこう、ぐわっとこう来てまして、えー、ちょっとね、関東も明日はね、影響を受けるということで、なんかあちこちコンビニも休業したりとか、大変ですよね。本当に。えー、どうぞ、身の安全を守る行動をですね。 心がけていただきたいと。バイ NHK って感じですけどね、えー。そんなふうに思いますね。んで、今日はですね、あの、まあ、ああの、東京市場はお休みなんですけど、まあ、ああの、ね、アメリカに日本の祝日は関係ありませんのでね。あ今日開くんですよね、アメリカね。それでなんかちょっと今、こう、先物見てるんですけど、うーん、なかなかね、まだマイナスがね、こう、<laughs> 続いてますよね。 いやー、なんか、ま、そんな、あの、大きくね、下落って感じでもないんですけど、うん、なんか、ダウ、ダウのね、CME もマイナス貴重ですし、S、S&P500 も、ま、ね、どっちか中東マイナス方向引っ張られてますよね。日経の先物も,もね、まあ、ま、マイナス277円ですよね。うん、あとドル円は、ちょっとまた円安に <laughs>、いってますね。 ヨロドルねまた一,一応ありましたね。まあこのあの何ですかねパリティとか言うんですか。もうねこうなるとドルインデックス110いきますよね、うん。まあ他の通貨が弱いってことですよね。なんか円安をねなんかすごいいろいろなんとかしろみたいな話が多いんですけどあのそれ言うとユーロだってねもうめちゃあの安くなってんですよね。1.28とか。 2.32とかまあその辺ありましたからねちょっと前まではだからまあねうんまあユーロをねどう,うんまあ条件はね一緒のような感じがしますよねまあどうするかっていうのがもう政府の対応力というか能力ねあと企業のえー、知恵ですよねまああの日本は比較的えっ、ー、と現地生産ねえー、に まあ、特に製造業なんかシフトしてて、えっとまあ、そこからのですね、まあ、炎天効果で円安プラスなんですけどね、まあ、あの日本から輸出するのも、まあ、あった方がいいんですけど、まあ、あの炎天効果って、まあ、ありますよねだ、まあ、それがその日本の雇用につながるかとかあるいは日本の賃金の上昇につながるかというとちょっとうーんあの必ずしもねそうとは言い切れないとは思うんですけどやっぱでも儲かったらね配分しますよね社員にね。 だからまあ、それはそれでもね、あの、十分ね、円安ありがたいと思うんですけどね。なんか、いわゆるあの、近隣急防火策っていうやつですもんね、これ。で、これ、着せずして起こってるわけで、なんかまあ、意図的にやってるわけじゃないんですよね。なんだけど、あまあね、えー、まあ、基礎的なまあ、食料品とかそういうものが値上がりしていくので、 まあやっぱりあの、あれですね、低所得者層には本当に厳しいですよね。だからまああの政府としては何らかの手を打たなきゃいけないと。なんかやっぱ国民民主党がなんか一人当たり10万円の給付とかなんか言ってたして、まあ国民民主党が言ったってね、<laughs> 話して通るとは思えないんですけど。まあでもとりあえずなんか非課税世帯ね、あの住民税のね、なんか5万円配るって言ってますから、まあまあね、うん、そういう方向でね、一つこう、お給付でね、 あの給付とね、補助金が好きですからね。<laughs> なんか知らんけど。まあ、あの、いい、いいと思いますね。えっとそういうのはやった方がね。で、まあ、我々個人投資家はですね、えー、まあ、やっぱり、こういう、まあ、市場状況でもね、まあ、しっかりとね、えー、いい銘柄をね、見つけてね、このそ場がね、<laughs> あんまりよろしくない時にね、あのコツコツと拾い集めていくというのがね、まあ、大事かなというふうに思いますね。であと、ビッグス恐怖指数ですけど、まあ、 高いっちゃ高いですけど、まあ30まで行ってないんで、26.3ですね。はい、そんなところでございます。うーん。で、えっ、ー、と、今日はですね、あの、ご好評をいただいております、えー、GPIF ね。<laughs> えー、こうですね。えー、これのですね、えっ、ー、と、まあ、第2弾ということで、えー、まあ、本当はね、えっ、ー、と、最初にあの、ワン、ツーをやってますんでね。 ですから、まあ、第4弾ぐらいになるんですけどね。まあ、あの、時価総額が300億から1000億円までの企業というふうに、えー、のグループですね。えー、見たときの GPIF のですね、まあ、前年度より保有した、保有が増加したものをまあ取り上げてですね、これ結構あるんですよ。もう600名ぐらい以上あってね。これ結構ね、クジラ増やしてるんですよ。このあたりになってくるとね。 だからまあ結構長いいんですよね。ずらずらとね。まああのね。まあ、個人投資家にとってはいいことなんですけどね。まあそんなことでですね、今日はこれのですね、えっと、うん 300, 億300億から1000億までの時価総額のところの、まあ、第2弾ということで、えー、お送りしたいというふうに思うんですけれど、まあこれ3ページ目からですね。<laughs> えー、行きたいなというふうに思っております。えー、まあゆるゆるとね、あのなんかあまり力の入ってないスタンスでちょっとやらせていただきますんで、すみませんよろしくお願いします。テクマ、テクマ、テクテクマ、テクマと情報インフラ構築、振り開発、ネットセキュリティはもう定まりコールセンター支援ね。はあ、二十五点一の P で三点八の PBR だめですね。いやいらないです。アバンと。 ああ、もうこれももう、連結会計ソフトね。もういいです、こんなね。はい。DX って言いたいんですよね。はい。コブチェア。システムインテグレーターですね。これもいいです。もうめちゃめちゃな指標ですね、これ。ダメです。M ラインズ、自動車産業にかだい大体その、なんか成長株だから配当しなくていいっていう。なんかその、誰が決めたんですかね。本当に。大して投資もいらない癖してね。自動車産業に関するポータルサイトを運営。あ、借金が多いのか。 その前にはね、なんか西アザで遊んでたりするんですよね。六本木とかね。これもいらないですね。ポータルサイトね。ポータルサイトで儲けた金でね、結構ね、女の子とね、六本木で遊んでんですよね。なんかそういう事例が多いですよ。えっ、ー、と、病院。まあ、ここはそうだと言いませんよね、ムラインズがね。はい。えっ、ー、と、MDB。データネットワーク。うわ PBR12 倍。もうね、期待、期待、期待値満々ですね、これ。バンバン いらないです。PR タイムですね。あ、こも結構、あれなんですね。PR8 倍もあるんですね。まあね、プレスリリース、そう、確かに、まあ、儲かるっちゃ儲かる商売ですけどね。そうなんですか。知らなかった。タブスタ、ダブスタか。企業向けビッグデータ。うん。うわ、23.2、9.46いらない。オープンドア。うん。旅行比較サイト、トラベル公運営。 いいですかね PBR13 倍こんなん投資しちゃいけません暁スマホゲームのおー企画開発運営ドラゴンボール Z など海外30か国で以上で展開え珍しく PBR が0.79倍ですけどなんで <laughs> なんで会社分割これなんか悪いんでしょうねきっとねまあ見るまでもなく悪そうっすよねはい57%現役ね第一コータはもうどうしようもないっすよね 次、えっと、ザ・パックね。うーん。これはもうその名の通り、袋ですね。もうザ・パックの右に出るものはないですね、ショッピングバッグだね。すごい会社なんですよ、ここ。本当に。だからもうここしかないっちゅうぐらいのあれなんですよね。でもまあ、時価総額大したことないですよね。まあ、なんでかっちゅうと、次のビジネスがないんですよね。うん。 でも、これ、あれですね。なんか、増益してますね44。44%増益。通期計画据え置いてるんですか。はなんかザパックの人にありがちですよね。これチェック入れとこう。ザパック。あオークネット。うん。いらんな。ネットオークションで車バイク。花。ブランド品。PC。 何なんですかこの会社。はい。マクロミル。ああ、あのー、マーケティングリサーチですね。国内最大級。まあね、ニーズがね、どうなんかなっちうのはらっしゃるね。タギ科学ですかね、これ。腎臓肥料の草を開けて、閣僚大手。ああ、水処理薬、機能性素材、商業施設向け。ああ、まあ好きですけどね、こういうのね。 まあでもちょっとこの指標ではね、変えないっすよね。めちゃくちゃ伸びたら別ですけど、たかだか9%増益ですからね。いらないです。3アスタ、うん。デジタライゼーションを推進するデジタルクリエイティブスタジオ事業。う,ん、うわ、42.3倍、4.38、うん。もう絶対いらないです。はい、次。堺化学、酸化チタンの大手。うん。電子材料強化。 風邪薬戒厳あっ戒の会社なんですかねえあなんかプーンっやってるやつですよね知らなかったな化酒井学6.20.39利回り4のか所あいいじゃないですかで開厳はねうん戒は私はまあ <laughs> ですけどあら酸化チタンの価格是正を値段上げようとしますなこれいいねこれ堺井科学工業0.396.2おおお ちょっっと待って 9. 9減,減益ですか37億に対する62.6%下回る57.4%ああそうなんか状況が悪くなっていってますねまあ上げられなかったんでしょうねきっとねうんだちょっとこれチェック入れとくべきかなと思いますねこれはもう指標面がものすごく割安やすいですもんねですよね だからまあこれ科学に転化できればひょっとしたらなんかねその酸化チタンいけるかもしれないでもなんか戒厳と酸化チタンつながらないな <laughs> 高圧ガス <laughs> そのまんまですね妖怪アセチレンの作用で塗料接着剤などファイン分野強化 LSA カードと IT 部品,部,品部門もあると9.5倍の0.55あうん 好きです、ね、いいですすねねいいなんかいいとこあるかななんかいいところありますなんかちょっと美人なところあ10%増益うんちょっとなんか美人に見えてきたうーん,うーんだけど直近の揺れ技率が落ちてますよねこれからどうなるかわかんないですねまあでもこれチェック しておきましょうかねー。後でじっくりとね、みたいと思います。それで、から、ええー、と。大日、なんですかね、これ。大吉、なんですよ、これ。えー、なんていうのかな、大日。せ、製菓工業か、えー。それで、顔料の外販でトップ、顔料ね。合成樹脂着色剤など二次製品に注力。 情報記録材もやってると。8.5の0.29倍、4.56%、はあ。問題は直近ですね。これね、42%。現役ですね。うん、こりゃー、ダメですね。 59年後の高度水準と、うわあいう売上げ、営業利益率落ちてますね。これもね、価格に転嫁できてない可能性がまあ高いですよね。奥、ま、ゆ、あ、かしい会社はそうなんですよね。まあ、でも、結構なこれ、配当ありますよ。ね、80円。うわあ、わわわですね、これね。 こんな落ちたんじゃねえ。積水樹脂ですかね、これね。えー、っと、積水化学グループで道路資材の主意だと。防護壁。ああ、ありますよね。複合加工に直、デザイン力には定評はあるよと。9.2の0.64。はあ、そうですか。それは悪くないですね。あら、うん、これね、株式買ってますよ、これね。自己株をね。これちょっとどうなんですか、これ。 うわー、21%元気ですね。セクシ樹脂ね。はい、却下でーす。いりません。次、タキロン。タキロン。タキロンね。マキロンじゃないですよね。プラスチック加工の大手。IT はい、T 向け。えっと、樹脂板でトップ。あ、そうですか。塩ビーん塩ビー波板ですかで、講師やメディカル関連もやってると。原年株価531円。 9.6倍の0.57。あいいかも。ひまわり4.1。あれば上等ですよね。状況はどうなんですかね。え例、ー、開いて。<laughs> やっぱりね、49%元気ですね。ん。こあこれはもう営業利益も下がってますしね。ダメですね。うん。 はい。アサヒ有機材ね。アサヒ化成の系統ですね。樹脂バルブの独占メーカー。おお、そうですか。独占好きです。水,水資源開発。中国はジェ市を開拓。7.7倍、0.83倍。2.6に。まあ、利回り無視すると、まあ、悪かないんですけど。どうなんですかね、これ。あ、いいんだ。いいみたい。<laughs> あっそう。情報修正してるんですか でもなんでこんな低いんですかねかよくわかんないですよねまあちょっと後でこれはね見てみましょうはいああ日版ねう日版ねセロテープねうん番速をね最近あれですよねやっぱりあのジョンソンジョンソンのあの傷テープはねあれがめっちゃいいですもんね なんかね、13.3倍の P で、PBR は0.86倍ですか、はあ。ニュース、こ見てみるとねー、現役ですかこれ。ひょっとして。うん。可能性はありますね。やっぱりね。うーん。これ落ちるところまで落ちないとダメですね。うん。はい。まあ、いるもんですからね。なんかね。 利点で行くのね。これどなたかおっしゃってましたよね、視聴者さん。塩ビコンパウンドの採用手、化粧材用フィルムにも強み。なるほど。9.9倍、0.56倍、3.66%。指標面悪くないですね。それでニュースってあこれどうなんですかね。どうなってますあ、37%増益ですか。え 神木進捗率87.9。あ、直近の営業利益率も上がってる。あ、そうですか。へぇ、ちょっとチェック。チェック。<laughs> チェックね。利権テクのね。はぁ、なるほどね。塩ビコンパウンドの採用手。化粧材用のフィルムにも強みがあって、高透明フィルムは抗菌製品だと。 これ後で見てみます。422でね、えー。はい、次。K はうーん、K はね。ダメね。PBR2 倍。いらないです。PI がこれもういらないですね。車トラブルのサポート。あ、保険会社のサービスをね。受託してんですかもう何でもね、下請けってありますよね。<laughs> 本当にもうね。なんかね。 横で仕事は下にやらせるみたいなね、そういう感じありますよね。グーネット。あ、知ってるけど。うん、中古車サイトね。まあ今はいいですけどね。ああ、電気自動車だとか、燃料電池車だとかもいろいろなんか、車業界わけわからないですよね。やめとこアミューズ。ああ、福山はね。なんかね、昨日見ました。福山のね。えっと、なんでしたっけ。ガリレオね。 うん、うん、まあまあ、まあまあ、面白かったですけどね。と、ま、て、あ、もいいっすね。サイバネットね。うん、まあこれもいらないっすね。はい。クイック。うん。あんまりクイックに上がりそうないっすね、これ。千八百円にもらって。ピア。うん。いりませんね。17.18倍の PBR の会社なんて。うん、ソースネクストね、ダメっすね。はい。日清科学ですかね。消脳ね。はあ。はあ。 欧州消毒剤が成長してると、十五パーセント増ね。いらんかな。いらんですね。トリケミカル。もう、トリカブトじゃないですよね。トリケミカルね。半導体向けの化学材料。はあ、うん、絶縁膜もね、まあ、いりますけど、世界一向車はね、点九二倍ね、結構な PBR になってますよね。うん。 いいらな楽するね。こうありますよね。利用した方もいらっしゃるかな。PBR9 倍ですよ。もうね、割,もうもっと割高ですね。iPS、iPS 細胞って感じですね。フィリピンで通信ネット、フィリピン4.49倍の PBR。あっそう。コールセンター向けサービスね。もうコールセンターですよ、これ。<laughs> 一応、IT の顔してますけどね、違うと思いますよ。はい、次。アルテリア、丸めに系。 うん、光回線を活用して法人やマンション向けねと、そうそう展開。ああ、まあ要するにあれですね。大展ですよね。いらないですね。ウィング、アク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 って何ですかウィング、アク、いらないな、これ。はい。一コム、あ、一コムね。知ってます。うん。家電通信、食品などの反則支援が主力。ああ、まあね。 PBR1.83 倍じゃねえ。いいかなはい。顔ナビ。いらないな、23倍の PBR なんて。リクルートの持ち分法。ああ、それ上がってですね。いらないっす。ギフティー。ああ、PR314 倍。なんちゅうことでしょう。電子チケット。<laughs> それ。いいいです。ペースね。うん。 ベースはね、もう一段落ちてきたら買いたいなぁと思ってるんですけどね。200円ぐらいで拾いたいなぁ。うん。ですね。メドレー。うん、ダメですね。P の145倍なんて。やらないです。えー、こっちは違うベースですね。これもすごいなぁ。なんか、6.63倍の PBR いらないですね。利権ビタミンね。 家庭業務用食品メーカーで海藻やドレッシングが主力食品や化製品の改良材もとありますね PR は12倍で、えー、PR0.83 三。うんどうなんですかねあすごいこれ19%情報修正22期ぶりの最高益。どんだけダメだったんですかって <laughs> あっそう 直近の営業利益率の改善すごいですね。5.2から9点これなんかあったんですね、きっとね。ちょっとチェック。ですね。えー、次。うん、サッカーへ、うんサッカーへ喧っていうんですか、これ。検査薬をですね。ああ、まあ、いらないですね。はい。アンジェスね。なんかアンジェスね。いちいちこうニュースで取り上げられるんですよね。 まあできたらの話ですからね。お薬が。うん、え中国塗料。147倍って何なんですかこの PR。工業用塗料も展開。船舶用塗料の世界大手。これなんかどっかがじってましたね。赤字だ。あシティインデックス11で、ね、村上くんですね。ほんほんね。うん、ん、まあだけど、GPIF は。 1%, 1増やしてますね、前期より。うん。そうなんですか。いいとこあるんですかね、なんか。いいです。アルプス技研ね。有名ですね。技術者派遣の大手。うん。これ、いらないです。はい。クレスコ。いらないね。アルファ。ソフト開発。自宅開発ね。NTT 向け。大半。基地局システムに強みね。いいです。 <laughs> これいらないっす。東京個別。あ学習塾ですね。ベネッセホールディングスの参加。あ、はあ。PBR4.12 倍。まあとんでもないっすよね。いらないな。えっ、ー、と M スターね。え答、ー、申等,等金融情報の評価データ提供。えー。PBR3.73 倍。P も利回りも出てないから業績ね。開示してないのかな。それとも開示できない。 うわ、SBI が絡んでますね。あ、そうっすか。モーニングスターのことですね、これね。あダメでしょう。はい、次。サイボーズね。13.67倍の PBR。いりません。えー、EM システム。調剤薬局向けデータ管理システム。はい、3.1倍の PBR。もうこの時点でダメですね。はい。えー、っと、WLI。あ、これ、ウェザーニュースですね。 pbr 5倍もあるんですかすごいすね。お呼びじゃないですね。ワウワウ。あ、ワウワウね。ああ、ワウワウですね。ワウワウはね、どっか <laughs>、どっかにあの、買収された方がいいかもしれないですけどね。経常利益どうなってんですかこれだって、ネットフリックスもあれでしょ減ってってんでしょ ?KDDI がついてるうちのもあるんでしょうけど。 ロジフジョ上期計画超過。五年平均の五十点六も超えた。マイナス二点一から六点七。もうなんかでも良くなった理由がよく分かんないですよね。もうちょっとチェック。なんか理由が。あるはずですよね。はい、それから。マンダム。うん、マンダムって感じですね。いらないですね。 コーター美容院向け頭髪用化粧品の製造。ああ、いらんですね。新日本製薬スキンケア商品。パーフェクトワン。ああ、聞いたことある。えー、青汁。青汁もやってんだ。は <laughs> は <laughs>。PBR2 倍ね。いいです。はい。次。エステ化学ね。えー、防虫剤ですね。消臭方向剤。防虫剤で首位。除湿剤。ああ。 なんかねこういうのってしぶといんですよね意外となんですけどどうなんでしょう7割減益ですねこれもね価格に転嫁できてないですよねおそらく材料の高騰をねうんこれ厳しいですねステイさんねでもまあちょっとチェック入れときましょうかね、まあ、何しろね GPIF 増やしてますからね4 0 小西小西ね接着剤。あ、ボンドね。あ、ボンドの会社って、小西っていうんですか。住宅、建築分野に強み。うん五5.8倍の PE で。PBR0.81。あ、いいじゃないですか。頃合い,いじゃないですか。問題は。あ、19増収。あ、そう。そうなんですか。小西。現役か。 うん、増収したけど現役事故とうんまああんまりよろしくないですね東洋合成はい、うん、んあんまり増やしてないですね PBR3.44 ねいらないですねメック電子基盤向け薬品ねこれ必要なんですよね半導体パッケージ基盤って独占的あこれもね収容面高いですよねはいジェシーユメッキ薬品の大手、はい、これもダメですね 倍の pbr じゃないです日歴海出アスファルト入剤で首位首位ね首位ねアスファルト応用加工製品を拡大あそうそれ自体は悪くないんだけどえー、っとどうなってんですか決算はお31%増益で着地あほんでね据え置いてますねこれね多分ちょっと営業利益は少し下がってるんですけど ちょっと後でちゃんと調べてみようと。まあ、しね割りやすいですもんねこれ。一力さんね。うん、岡本ね。今度もですね。なんか材料が少なければ少ないほど儲かるというね。いい商売なんですよね。<laughs> まあいいですね岡本はね。新田電動用ベルト大手。ああ。産業用機械向け主力。自動車用ホース。えー、それでどうなってんですか 1%, 1ね。いいです。えー、板ガラス。板ガラスね。A、ビルキントン。買収で、板ガラス、世界トップクラス。そうっすよね。住友系ですね。PR25.6 倍で、PBR は0.4のか。利回りがないですよね。ニュースどうなってんのかな。急進。急進。急進ね。 急進ということは、あれですね、心臓が悪いという。は <laughs> はえまあそんなわけじゃないんでしょうけど、あ国内証券ね、SMBC が引き上げたんですか。570円ね。だけどもう570になってるんじゃないですかね。うん、よくわかんないですよね。はい、いりません。はい。えー、っと、おはら、おはらさんって何の会社光学ガラス生産し、あ、そう。デジカメや光学レンズが主力。いいじゃないですか。情報機器。 ガラス素材 PR 高いですけどね PR はまあまあ0.76倍でちょっとどうなってんですかこれ、えー、半導体6号装ち向けの広額ガラス需要が顕著視し,してるあそうあそうでしょうねえちょっとよく見てみよう、うん、えー、っとはい次ですね三谷石って何ですか <laughs> 三谷石って何ですかまあいいか15.6倍1.05倍、えー、でニュースで見ると、うん、自社株がやってるってことは三日続落うわダメなんですねきっとはい品川リフラ耐価物製造大手あーいやーなんか弱かわかんないですね 特別利益とか計上してますよねなんかややこしいですねこれ <laughs> やめとこ黒崎播磨日本製鉄耐化物大手ね鉄鋼業向けですよねそりゃあまあ4900円でいらないなはい中山子高炉電炉圧線技術に特色4.1倍0 3三ああそうですか指標円はいいですけどね、うん ななんんかかよくわかんないですねこれああ65%増益に情報収集したんですねで鉱材販売価格は想定上回ったとああなるほどね価格転嫁できたんですねあこれ見といた方がいいな5 4 0 8ねえー、と「新日本電工日本製鉄系で合金鉄最大手機能材料も南アフリカでマンガンパナジウム検疫 あ、検疫持ってんですかへえパナジウムの検疫いいじゃないですかえこれなですかこれ2.7倍増益で着地あら売上営業利益率も下がっちゃったとってことは価格に転嫁できてないそれにしてもちょっとこれ利回りどうもいいですよねしかも株価350円っていうのはねなんかあんまり痛手が少ない下がってもね 三越うーんなんすかこの会社ええー、っと銅ですね行動棒っていうんですか行動線国内首位首位ですか精密部品配管もやってると日本振動を子会社化したと5.40.8利回り1.52おーこれひょっとしてえー、これ1点赤字ですかもうひょっとしておー42%情報修正ね これ悪くないんじゃないですかね5.4倍0.8ああちょっと寝傘ですねまあこうちょっとリスクありますよね横側横側ブ <laughs> ホールディングスブリッジですかね共用ですからね C 級とシステム建築等が拡大してインフラ整備に強みを持ってると7.5倍の P で PBR は0.75倍利回り4.11%ね そうするとこれは56%減益ねこれもねあれですね価格転嫁ができてないですよねだからこうなってるんですよねうん文化シャッターもできないでしょうねシャッターでにまあ指標は悪くはないんですけどどうなんですかねどうなんでしょう文化シャッターね3話シャッター文化シャッターですよね あとリクシルもありますけどねニュース見てみるとうーん自己株買ってあ赤字縮小ですかストラテジックキャピタルがね入ってわちゃわちゃやってんですねあっそうわちゃわちゃねーちょっとこれどういう縮小の仕方をしたのかということですよね 1>, 1億円に赤字は分だけどそれじゃダメですよね。価格が上げれないと話にならないですよね。自社株買いでどうかなっていうもんでもないし。あなんか厳しそうですね。2位だからね。1位が上げないと話にならないですよね。えー、調布。調布 VD ですね。これ。調布製作所石油給湯器で首位。太陽光、熱ン水器。空調、床暖房。全国展開。あ 調布だねなんかね福岡いる時よくね支援見ましたねこれチョフラね調布でブンとか言ってねあ情報修正してますね自社株買いもやってますねへえそうなんですかまあちょっと P がねこうも高くなってますよね利回りも大したことないですよねあえていらんかなみたいなまるぜん業務用厨房機器ですね 外食店向け強み。熱危機器が主力。メーカリー機器。10.60.7。これ、できないですね。できなくはないでしょ、これ。これ、ひょっとしてあれですかね。あ、違うな。うん。薄飽きないなんですね。はい。いいです。そら、もう、売るとき壊れてる。うーん。IR ジャパンね。アロンガイです。言えません。E ーガーディ。ああ、そう、これなんかね。なんかで見ましたね。E ーガーディアンですか。 投稿のまあ監視とかのやつですよね、SNS のね。いらないですね、4.74倍、ダメ。<laughs> ベクトル、PR 会社、SNS、まあ、ネット使った PR、4.13倍の PBR、いりません。チャームケア、ユーロ老人ホーム、2.91倍、いりません。IBJ、婚活サイト、五点9倍の PBR、いりません。シグマクシス、うん、いらない、いりません。メドピア、はい。これもね、 もう早い段階で抜けちゃいました。止めいりません。それからエラン。あこれもいらないな。8倍の PBR。介護。介護ね。介護系ってやっぱあの、いい株価が、なんか期待値でつくんですよね。津波ね。精密工作。もうこくいい会社なんですけどね。芝浦機械ね。なさらかな。もうちょっと早い段階だと。え、日徳。うー、これもいらんな。 鎌倉新書ね。かもうね、バイセルと提携してね、なんか、変な、本屋さんだっただったの、出版社だったのがね、もう葬儀に出てやって、バイセルと一緒になっていくっていうのも、なんかね、不可思議でしょ。なんか交際道みたいな感じで。なんか嫌ですね。はい。エアトリー。うーん、いらんな。はい。アトライ。グリーいらないな。 ソラスト4.23の PBR。医療事務を受託をっていらない。島関。うん。いい会社ですけどね。うん。でもね。手が出ないですよね。この PR じゃね。はい。次。岩木ポンプ。いらないですね。うん。野村マイクロ。超ず純粋。これいるんですよね。半導体ね。なんだけど、まあ、PBR2 倍ですよね。 20%現役。うどうしようもないですよね。今現役だったらもうどうにもならないですよ。平田機構。うん。産業ロボット。うん。家電関連。生産設備の製造販売会社。要するにマザーファクトリーですよね。でもいりません。デオン。食品加工機械大手。自動包み暗記製パン機が主力。でもそんないっぱいいるんすかね。 あの成長性がねプリント配線、うん、基板用ドリル世界最大手ありゃあそう穴開けるんですよね直道軸受け測定器は生体センサーの展開へえ3470円うわ寝傘ですねこういうのは落ちるんですよ落ちる時にねどうあろうと駄目ですね ASB 機械、うん、これもそうですね いやー、指標面で高すぎますよね。はい。えー、佐藤ホールディングスですね。これ、あの、あですね。えっと、確か、あの、あれですね。ラベルですよね。<laughs> バーコードのね。えー、ラベル、プリンター。RFID ね。佐藤ね。まあ、これ、あの、あれですね。えっと、小売業の方だと大体佐藤さんとなんか付き合いありますよね。あの、値札とかね。そういうの佐藤、そもそもの、<laughs> 商売ですんでね。あとあのな何ですかね、値引きのシールとかね。 ああいうののね、ちょっとした機械をね、あの、作るんですよ。まあね。うんで、今、RFID2 の自動認識システム世界12級と書いてますけど、ね、これもね、佐と高かったんですよね。だから結構中国のやつが入ってきたりしてたんですけどね。今どうなんですかね。保守専用サプライ品っこと。うーんと、クジラは8.83を持ってますね。すごいですね。えー、っと、えー、株価は1896円で、PR18.5 倍。 PBR0.93 倍ですね。うん、どんなんでしょうね。えー、っと、自己株式取得してるんですか。4、6月期の決算発表、あ、これですね。形状25%、第1クォーターでね、着地してますね。うん、それで、えー、上期の計画29億に対する進捗、70.7。えー、すごいじゃないですか。 えー、だけど直近の営業利益率が落ちてると5.7から2.4あらー <laughs> これはまた難しいですねうんなんかうーんやっぱこれもなーやっぱりあれですかね原材料の転嫁っていうの関係あるんですかね佐藤さんみたいなところでもあるかもしれないですよね、まあ、ありとあらゆる材料が上がってますからねうーんまあでもちょっと見てみようあとでね え次いきます、えー、次はですね技研技研技研政策で悔いね悔い、ね、厚入院入院抜きキーですかこれ入院引き抜きキー悔いをねこうなんか入れたりか抜いたりするやつなんですねトップ企業なんですね地下駐車場や駐輪場工事に強みと防災関連もやってると。 ああ3380円。うわ、二2 9倍。p b r 2三五。あ、もうダメですよ。これもう、寝かさ危ないです。下落、相場でね。はい、ダメです。次、月島機械ね。うん、ここね、ちょっと見たことあるんですよね。指標面で、こう、いいですからね。まあ、PR10.4 の PBR0.51 でしょう。で、これ、あの、あれですよね、上下水道ですけど、もう、国境工事なんですよね。 で、おでい処理、えー、水環境事業ですね。と爆薬プラントがした、はい。排ガスの処理もやるということで。福島市はどうなってるんですかねなんか、その後どうなったのかな一回調べたんですけどね。あ、あ、<laughs> ちょっと待って。これ。えー、あれ ?2.1 倍増益ですね。あそれで、据え置いてるんですね。多分。うん。通期 通期の計画に対する進捗率5.4%。まあね、これあ,あれなんですよね。公共事業だからこういう風になるんですよね。すんごい偏るんですよね。年末とかね、年度末とかね。そういうところに偏るんですよね、売り上げが。まあ、ちょっとよくわかんないですけどね、ね。一応、チェックに入れてるでしょう。うーん、なんかよくわかんないですけど。まあ、後でもう一回 <laughs>。気が向いたら見てみよう。 でえー、っと、うん、次は帝国何さこれ電子ですかね電気ですかね、えー、化け物質用密閉ポンプ最大手、うん、国内外でこうしや海外拠点拡大は1926円の株価で PR16.9 倍 PR1.18 倍うん自己株はやってるとしとこうねあ2.3倍増益うんそうなんですか で、2000万円とか言わなしちゃうね、まさか。<laughs> えっと、ちょっと待ってくださいよ。あら、2.3、12.7億円、急拡大。通気が31.3億。えー、それで第一四半期で2.3倍。帝国電気政策所っちゅんですね。全然知らないですね。なんと、営業利益率9.3%から16.3%。ああこれ良いではないですか。ちょっとね、株価高いですけど、チャートどうなってんのかこれ。 上がってますねこれね。ああ、なんか投資しづらいですよねこれ。まあでも一応チェック銘柄入れとこう。<laughs> はい次がですね、えっと、小森のおばちゃまっていう感じですね。<laughs> あの若い人に上分からないですよね。半 <laughs> 年ですからね私ね。えー、小森ね、印刷業、専業トップ。うん、培養期って、培養期ってあるんですか。ああ、紙幣印刷ね。お札ですよねこれ。強いと。欧米輸出と中国には。 中国は中古も輸出 <laughs> してるんですか。えー、これニッチですね話が。うーん。あそう黒字浮上したんですね。え十12.6億さっきも12億ぐらいのやつだったでしょ帝国なんちゃら。ああ紙機17億に対して74.4あらあらあらこれが小栗のおばちゃまなめられませんねこれコーポレーション。 4.1%の利回りもあると。公開のってるでしょうねきっとね。分かんないですけどチェック <laughs> 入れときます。<laughs> 結構見つかるんですよこうやってね。全然知らないのがね。か。お札ね。え鶴見製作所ですかこれ。水中ポンプ。専業採用艇。水害対策に注意。ああなるほどね。営業網が強力で日中タイで工場があった。タイで台湾ですよね。 2 2十1円。ああ、だねー。もうこの、これはちょっと、よかったんそれきっとね。きっとこれよかったんじゃないんですか。94%届益ね。紙切計画を超過と。超過したんですねーあー。まあ、面白いかもしれないですね。ちょっとこれも、チェック入れておきます。はい。次。えー、っと、きっと、 キト頭さんね。っ <laughs> と工場用の搬送機器の専業メーカー。ーええチェーンブロック、ホイストでうシェア。チェーンブロックって、ドゲラントですかね。<laughs> よう、ようわからんとですよ。うーん、海外展開を加速。あ、まあ、なんか13倍とか、もう1.41とか、もうこの付近で、うん、うんう、嫌い。こんな株価ね。はい、次。理想価格ね。理想グラフですよね。プリントコっこね。 なんか相変わらずですよね。それなりの、あ <laughs> がなんか指標ですよね、これ。まあね、興味ありません。はい、次。マース、パチンコね。非接触カードシステム。パチンコ嫌がられてますからね。1648円で。これ指標悪くないですよねー。14%減益って書くんどういう意味これ。<laughs> えっと、ー14%の減益なんだけど、第1クォーターが。 マースって火星ですよね <laughs>、えー、なんだけどで5.3億円うん軽乗力ねなんだけどお上期は七億円で、えー、っとこの絵の進捗率は76%まあだから、まあ、計画があれですねしょぼかったということですよねうーんと営業利益はなんか下がってますね9.2から8.8にねああんかなんとも言えないですね もう私パチンコ嫌いだかな <laughs> いいです。はい。いいです。<laughs> 森田。あ、消防ポンプのポンプ車ね。あの消防ポンプ車ってなんか好きなんですよね。なんかこう、かっ,かっこよくないですかなんか赤くて。<laughs> 赤くて。あの5年後ホースがグワって書いて入っててね。なんかこう、中はドゲン納豆とやろうかっていうような感じがなんかしますよね。<laughs> 今日はなんか、博多弁に納豆ですね。 関西弁で行こう。うーん、消火器など防災事業。それから産業機械。うーん、そういうのも、ね、ゴミ収集車ね。そういうのもやってるんですね。0.7、あ、これ業績なんか開示してないっすね、きっと。あ、自己株式のね、なんか取得やってますね、これね。ちょっと見てみよう。はい。これですね。森田ホールディングスさん。 うーん。黒字浮上ね。5,800万円ですけどね。まあでも赤字よく、赤字よくいいですよね。ああ、これはでも営業利益がマイナスなんですね。<laughs> まだね。ほいで、えー、っと、決算、これ何にも発表してないでしょう。おそらくね。ああ、ないですよね。ゼロ。見事にね。しかし、これは安定してますよね。ええー。 とっ、て感じですねあとでちょっとこれ、ゆっくり見てみた方がいいかもしれないと。うーん、まあ、こんな感じですか。売上伸びてるんですよね。ああ、営業でき経費がね、なんか、かさんだんですかね。なんか、特別損置も出てるっぽいですよね。うーん まあでもあえてこんな難しいところに首つくまなくてもいいかな。やめとこう。次。と、えー、業務浴場機能中堅と。中堅ね。中堅っていうのは大きいとこにね、今回いい仕事かさられるんですね。気の毒なんですよね。新興工業中ですかね、これ。いろんな新興がありますよね。 えー、大型機種に特化して中国、タイ、は、中国やってるのですか <laughs> そうですか中国で、ね、頑張ってください。はい、次。えー、つばえー、高級精密ローラー、ボールネジ。あ、製造する機械部品メーカー。産業用送付機ね。あ、でかいやつね。なんか、工場とかで使う。あこ、高級値なのかそもそもその時に使ったの、でかい鉄器みたいなもんですかね。 1192円で、えっと、PR19.8 倍。PBR0.76 ね。いやー、これちょっとね。なんかいいことありますいいことはあるのかな8ト元気。全然ダメですね。はい、次は、このピラーですね。ピラー。枕ですかね、これ。えっと、流体制御関連のメカニカル。 シール大手。パッキン、ガスケットなど産業機材向け。は専門的ですね、これ。PR が7.1。PBR1.11 倍。2489円。うーん。うん、なんか悪くはないですよね。だけど、やっぱりこの絶対的な株価水準が高いですよね。だからもうこんな大きく下げますよね。うん、いらない。次。キッズ。総合バルブ、専業大手。バルブね。 建設プラント向けに、えー、強みと。振動品も国内講師やと。あこれもいいんですよ。798円とかね。えー、9.3倍。まあ、株数にもよるんですけどね。まあ、だけど落ちるときのダメージが激しいんですよね。値傘はね。なんか、エニクなんか平気でね、数日で1万円くらい落ちますからね。もうあれ勘弁してほしいですよね。なので、私は投資してません。<laughs> PR9.3 倍。PBR0.81。 うん、まあ、ぼちぼちなんですけどね。なんか強みあるんですかね。この辺になると結構やっぱり、あれですね。うんと、なんか見てるね、えー、投資家も多いと。機関投資家もね。いう感じがしますよね。だからまあ、そこそこのところには株価がやっぱいってるんですよね。だ市場原理が働かないのは時価総額が低いところが大体あんまり。 あのですねあの時価総額の低いとこですよねああ通期も情報修正したんですねああそうですかですからもう宴は終わった後ですかね <laughs> なんか宴は終わったあそうでもないなーええー、ちょっと日足にしよう冷やしああねえここびっくりしたありますからね うんいいんじゃないですかね。別に。女の子はなくてもね。次。名電車ね。これ名ですね。水道系の新生充電で水処理制御システム。自動車用試験装置ね。10.7ね。0.9。いらないです。次。ミダック。東海を地盤に。産業廃棄物の処理、収集、運搬。えらい下がってますね。<laughs> 5.71%。 3,400なんでね、こんなんなるんですよ、やっぱね、値ガさは。ば <laughs> p b r 9八八倍。余計になりますね。はい。却下。芝浦。えー、気半導体の製造装置、メーカー。うん。液晶向けの洗浄装置ね、これいるんですね、これもね。なんかあの、レジストね、マック落とさなきゃいけないですから。世界トップですか。へ、え、ぇー。自販機もやってるという、なんか、半導体と自販機みたいな。<laughs> どんなんやねみたいな。一万円。 とんでもございません。次。えー、東光光学っちゅんですかね、これ。ああ、東電の系統ですか。そう配電機器が主力で、えっと、14年。うん、光学と東光電があ統合したと。あ、2社統合ね。でも変な名前になってまですね。東光光学。なんかね。ああ。面白いですよね。東光光学。<laughs> スマートメーター,ー。スマートメーターつけてもらってんですか。ああ、10.1の0.58ね。 あれ、これこれなんか何かいいことないんですかねもう <laughs> 独占ですよねスマートメーターに関してはですよね特攻等学年でも結構な感覚ですねあ57%増益62%ええー、ちょっと待って第1クォーターが62%増益で着地してそれで 通気計画45億円。進捗率33って。ってことは、これはあれですね、情報修正っていうか、通気の修正はやってないんですね。ああ、売り上げがマイナスですからね。なるほど。でもこれなんで上がったんだろう。売上ね。予想これですもんね。経営業で45億でしょうん、四六月で13億あ。悪くないですよね。うん。 ちょっと後で見てみる。事業の中身とかもね、やっぱり大事ですからね。えー、宮城ホールディングあ、宮古しか。ごめんなさい。えー、宮古市ね、中、中国での不動産賃。中国ってチャイナですか、ひょっとして。深圳の再開発。うわー、はパクチーですね。うーん、そうですか、まあ。不動産バブルの崩壊に巻き込まれないように注意してください。次いきます。JVC、ケンウッドね。 なんか昔は輝ける企業だったんですけどね。201円まで落ちてますよね。でもこれね、GPIF 増やしてますよね。7.96%。あ、そうですか。なんかいいことあるんですか。あったら買いたいな。<laughs> ちょっと待って。C6 月期。えー、ほんとん赤字転落うん。<笑><笑>うそうっすか。赤字転落ね。 しかし、えー、GPIF の命を受けたどっかのヘマな、ああですね。<laughs> あの、投資家が、ちゃん投資家が買っちゃ、買いを増やしちゃってるということですよね。これ絶対ダメですね、これ。次、えー、っと、MCJ、マウスね。マウス、マウスってやつですね。あの黄色いやつね。あれ、目が痛いですね、あの CM。<laughs> で パソコン製造販売知ってます総合エンタメ事業とかやってるんですか、えー、?9.1 倍の1.57倍。まあ発想的にはね、なかなかこう独創的な感じはするんですけどね。東証プライムに、えー、行くんですかああ、そう。ええー、なんか、なんか、いいです。<laughs> いやごちそう。iPhone ね。これあの、<laughs> ですね。アップルからね、あの、商標権の、あの、ですね、金をせしめた。 <laughs> なかなかのとこですよね。それはしょうがないですよね。もう早い時から iPhone って登録商標ですからね。インターホン C、ピンポーンってやつですね。住宅用テレビ本が白くて、防災防ケア市場許可、海外です。あ、これ、いい,い,いくないですかね。ちょっと、ちょっとなんか、ちょっとなんか見てみてもいいかな。iPhone ね。 まあそこまで割安ではないんですけどねちょっとニュース見てみると第1コータうわな何ですと「間期形状4.7倍に情報修正ですか」はあこれですね現役率あ現役層ですかそれでも59.2%減はあ通気は背負いたんですね うーん何がそんなに厳しいのかな。まあよく分かんないですね。でもまあちょっと一応チェックしましょう。こういうね、なんか日常のありふれたものですね。悪れいいんですよね。で、映像ね。ああ、そうなんですか。株価高いし、<laughs> お金ないし、え信号。 モローしゅーれすね。信号の採用って。信号。かとり信号って感じで。鉄道交通ともに腰当だと。駅改札ホームドアね。あ,あ、ホームドアね。ごれいいですよね。これからなんか。あ,あ、これは、これからなんか、赤字転落。大丈夫か。あかんぞ。次。伸びさ災ね。 あセコムの参加なんですね、今ね。総合防災機器の大手。防災火災放置設備。強みですね。夢の会社ですよね。うん、13.4倍の0.88。まあ、ぼちぼちですけど。ああ、これ赤字になってますね。あらー、<laughs> すっごい下がってますね。うん。でもね、これ、結構め、結構な、 会社なんですけどねちょっとチェック入れとこ GPIF がね3.35ちょこっとですけどね買いましてますよね、えー、日電波、えー、水晶関連専業で世界世界大手えー、水晶小型デバイス製品に力国内と中国に生産拠点おお1.71倍ね 8.4PR なんか、うわぁ、4.54も下がって、ああ、目標株価を引き上げて、それぞれも上がったところで売っちゃった、みたいな。そういうことなんでしょうね。きっとね。これ、第一、半期。ね。なんか、三倍増益で着地してますよね。第一、半期。これいつですかね。8月5日ね。それで、ガーッと上がったところを、ブハーッと売ったんですね。自 <laughs> 覚しました、みたいなね。 あれでもこれ5.7%の12.4の営業利益率。ああ、これね、これ悪くないんじゃないですかこのみんなが売ってしまった後っていうのは、宴の後がいいかもしれませんよね。要するにこれ、通気予想変えてないですね。多分ね。これ、通気予想。きっとそうですよ。ね。マイナス予想だから。はい、これはね、ちょっとチェックです。はい。 え次ですね。えー、メイコ。メイコって感じですね。プリント配線版製造で社債向け、スマホ向けが主軸。中国、ベトナムに生産工場は、もう早く引き上げた方がいいですよ、中国ね。はい、次。ロランド DG。業務用プリンター世界大手。ってああ、広告とか看板の大きいやつですね。ほんまでっか。テキスタイルが主力。えぇん。かういろいろやってますね。 鹿用加工機。はい、<laughs> なんかよくわかんないですね。次。横を、もうね、そろそろ具合が悪いから横をって感じでね。車載アンテナの国内大手。半導体スマホ回路検査機器、収益、鹿収益、いろいろデバイス。アンテナのね、最高位競争上乗せ。はああ、そう。増益率が9から 9%が68%ぞ。え <laughs> 通期も修正したんですか。うん。でも直近の営業利益率が落ちてると。まあこれはまあ上がった後ですよね。多分ね。いいです。えー、多分上がった後ですね。うーんまあでもこれ、ここはね、気になりますね。まあちょ、ちょっとチェック入れておきます。はい。 なんかチェックく多いですよね、これね。アクセルね。電池。うん、電池。産業用部材うん。え ?D 美容家電向け部品とかやってるんですかへえそうなんだ。11.7倍の P で、PBR0.83 倍と。1463円。いいとこですよね。うわ現役ですね。ダメ。<laughs> 次。日置き、日置き。 電気計測器の中堅。電子測定器。現場測定器を積極展開。アジア販売許可6660円だめよ。こんな長さかばね。はい、却下。日本マイクロ。うーん、プローブカードね。半導体計測器ね。なんかシリコンウェアーの方からね、こう、やってこう当てるやつですよね。FPD 検査装置が白くそうですか。まあ、いいかな。点四倍 ちょっと p b r 高すぎますよね。まあいいです。はい。マジか。うんあ映像制作ね。いいです。<laughs> 遠慮します。日、日本セラミックですかね。これ。赤外線センサー。世界高シェア超音波センサー。家電自動車。センサーはね。赤外線センサーね。いいんですけどね。これもう、株価がね、こう。 これ,はれですよね。寝傘ですよね。割とね。落ちるときもこうやって大きいんですよね。いらない。図券、うん。これもいらんですね。こういうことになりますもんね。キャドキャもね、これ大事なんですけどね。世界周級って。大事なんだけど、まあ、買うのは遅いですね。はい。芝浦電子、うん。温度センサー部品のトップ。エコ吸入金など。ああ、そうですか。4,660円ね。お呼びじゃないですね。はい。 大真空、推、う、奨、ん、デバイス想定、音差型など高シェア人工推奨素材から一貫生産、へえ、これは特殊じゃないですか、極めて。なんか、なんかよかった、あやっぱりね、よかったんですね。で、株価上がっちゃって、もうっちゃおうってなって、っ <laughs> ちゃおうってなって、2.4倍増益ですね。5年平均の113.8%下あった、また、そうなんですか。 ずっと良かったんですね、この会社。そうでしょうね。30億。第一三期で。うん。で、通勤の計画58億。ひ営業利益は10.8から15.8。はちょっとチェックしよう。934円だし。はい。なんか伸びそうな、ね。こと、あの、まあ、なんかあるかもしれないでしょうね。カタリストもね。日本ケミコン。 アルミ電解コンデンデサー最大手一貫生産体制で競争力車載用キャパシタえ中力あー1920円ね13倍の0.85ねまあ悪い会社じゃないっすよねこれもうコンデンサーねしかも一貫生産まあ悪かないですけどまあいいかあえてはい次こうこコこうっていいですかこれ。 電子部品固定抵抗器、はあ。世界大手。なんかこういう会社多いですよね。やっぱ製造業ね。なんか本当あの、工作機械とかあの中,中間っすね。あの、あの電子部品の,あの前工程、後工程ね。そこのなんかこう、部分に入るね、サプライチェーンのこう、真ん中で活躍する会社がね、結構多いですよね。だからやっぱ、日本は町ちこばむなんですよね、結局ね。<laughs> うん自動車向け大国内生産が7割以上。あ、それいいことですよね。輸出が増えるんじゃないですかね、これ。国内生産と11.7だった。ちょっと指標がね、問題ありますけど。うん、お値段もいいお値段ですしね、株価もね。うん。まあいいか。次。えっと、エムソル。企業にプロジェクトマネジメント支援サービスを提供。はあ。 ういのが一番かるんですよねなんかね、わがとこができてるかできてないかわからんようなものをね、一人に進めてね、貸 <laughs> しなさいとか言って。む、う、っ、ん、かりますせね、研修とかね。うん、研修でもな、ね、結構ひどい目にあいましたからね。いいです。えっと、ロジースネクス、フォークリフト大手、三菱重工の事業所系。あそう、ユニキャリアと統合で、えっと、物流システムに注力。はあはあ フォークリフトねフォークリフトいれますよね <laughs> まあいるから存在してるんですけど赤字転落はあはあ14.7赤字ダメ <laughs> はいライフネットライフネット生命かな違うかやっぱそうだ <laughs> インターネット専業政府の草分けあっ KDDI と提携してるんですね簡素化割安な保険料ね うん、いいです。次。GIA。ああ。航空,空機や海上輸送用コンテナーオペレーティングリースが主力。太陽光。うん、リース保険。お六6.5の破0.87。うん。指標面は悪くはないと。あら。2.8倍増益じゃないですか。あれ ジャパンインベストメントアドバイザー。あーあ、そうっすか。通勤79億に対する進捗率84.9。すごい良きじゃないですか。ああ、据え置いたんだ、通期計画。ああ、そうっすか。へえ、証券ね。ジャパンインベストメントアドバイザーね。これちょっと、はい、チェック。<laughs> なんか、なんか結構。 どんな会社なんかなみたいな。次、プレミア G。えー中古車ね。いいです。だからね。新明はね。もう有名な会社ですよね。特装車、生産、作業店タンプカーゴミ収集車。防衛省向け、航空機。ああうーん、新明はってなんか昔、戦闘機作ってた。なんか会社ですよね。確か。へぇー。1037円ね。 なんかいいことあるんですれこれセン6%減益ねあなるほどそれにしても配当高いですよねそれから防衛関連っていうのはある意味いいかもしれないですねちょっとチャートチャート見るとチャートどうなってるのかなあ,あいいいい感じじゃないですかあ,あちょっとはいチェック トピーはい日本製鉄系の自動車ホイールを採用でああ自動車ホイールね研究用のキき板も首位とああャタピラーみたいなことですかね一貫性系に強みと6.30.28あわりかし好きですねこういうの <laughs> 黒字浮上ああそうなんですかうーん黒字浮上ね 3.5億ね。通気計画七75億。それはなんかはるか遠いですね。はるかかなた。トピーちゃんって感じですよね。うんまあ。うん、まーまあ。チェック。家 <laughs> てきますね。はい。なんかひしたらね。なんかあるかもしれないですよね。なんか経営陣が出してるんですからね。立ち入れす 独立系自動車シートの大手と。ホンダ日産オッケー。シートってね、結構作ってる会社多いっすよね。うん。世界に展開してると。9.2、0.57。あ利回り6。すごいじゃないですか。1213円で。なんかもあるんですか。どうせダメなんでしょう。あやっぱり。<laughs> 赤字。赤字。赤字だな。あ赤字。縮小で着地。 24.2億円の赤字ですよね。この株を買いましてるんですね。クジラ君はね。何を考えてるのかよくわからない。えっと、通期はあれですかね。黒字ょうになってるんですかね。あ、なってんだ。黒点に。えー、うん。ちょっとよく見ないとわかんない。でもちょっととりあえず6、6%一緒ね。はい。次。うーんと。 エクセディ、配信系ね、配信製機ですね、のクラッチし、クラッチって、なんかもういらなくなるんじゃないですか、ひょっとしたら。自動車用、そんなこともないのか。んい,いらないん <laughs> 自動車用トルクコンバーターが主力。ああ、コンバーターね。うーん、電気系統も絡んでるんだ。トルクに対するね、マニュアル部品でも、講師やと。いい あ、これね、やっぱり、あれですよね、こういう会社のもう、ね、今の私の感想と同じで、EV の時代だから、もうガソリン系で活躍できたところはダメよね、みたいな、なんかそういうモードに入るんですよね。ところが意外とダメではないかったりするんですけど、なんか下方修正してますね。ダメですね。はい。え、出ました。皆さん、結構気にしてる。えっと、 えー、これね、結構買い増してますね。5.95。33銀行ですね。え、これどこでしたっけ自番は。あ、三重ね。あ、一緒になりましたよね。三重銀行と第三銀行、えー。合併で33。<laughs> なんか、冗談みたいな <laughs> い。名前の付け方。33銀行っていうのがそもそもあるのかなと思ったらそうじゃないんだ。うん。三重と第三だから、 うん、3と3って感じで 3+3 ですよねこれきっと9.1倍まあそんなもんでしょうね0.17まあそんなもんでしょうね配当四4.88ねいやー銀行もね地銀はもうて統合するしか他に道がないんですよねあんだもうほんと大変ですよねだけどまあ三って伊勢商人のね <laughs> 伊勢商人の発祥地ですからね なんか驚かしてくる。この福井銀行がもう大変ですね。これね一番ね、なんかね、うん、ちょっとニュースが。あら、うち住友信託、ああこの辺が増やしてるんだね。整理回収機構をそう公的資金関西した、四点八倍増益。え、<laughs> ちょっと待って、なんでそんなことになるのっていう興味が。 あの、あなんか、経費を単に削っただけだったら全然面白くないですけど、統合によってね、ちょっとなんかひょっとしたら、うん、独自のものがあるかもしれないと珍しく、はい、地銀にチェック。<laughs> あの、節操のないとこはあの僕のいいとこですね。はい。えー、ウェルスナビ。あ、でも基本否定的ですよ、地銀じはね。えー、ロボアドバイザーはね、信用できません。ロボットは狂います。 えーまあ、そんなところでですね今日はまああの5のところまで、えー、見てまいりました <laughs> 345ねえー、そういうことでまだあるんですよだからもう一回取らなきゃいけないんですよね、まあ、そんなことでですねえー、第3弾ですね <laughs> また明日ねあげたいなと思いますんでもう今日はだいぶね、えー、しゃべり疲れましたので、えー、この辺でね終わりたいと思います、えー、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記 えー、もしこのチャンネルがいいなと思われましたら、えー、チャンネル登録をよろしくお願いします。えー、それからですね、えっと、いいねボタンの方もね、ブチブチと、ぜひ、ちょっと、ついでにお願いします。あの、さらにコメントですね。ほん人気ありますよね、GPIF ね。面白いですかね。もう私も、たらっとね、<laughs> あの、喋ってるだけなんですけどね。えー、なことでですね、えー、本日も、長時間のご視聴、えー、っと、誠にありがとうございました。では,では。